うわ、こんななってる。なんか喧嘩になってる。いいかなこれ。はい、ということで、クリスティーナさんですね。クリスティーナさん。あと、アナスタシアさん。とっても美人なお二人が来てもらいました。よー。皆さんこんにちは、侍健介ことサムケンです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、アルメニアの旅を終えて感想をまとめということでお話しさせていただきます。でまずですね、今回バングラデシュの旅を終えて、その後アルメニアに向かったわけなんですけれども、バングラデシュの最終日に少しなんか喉がね、なんかイガイガするなみたいなね、ちょっと異変がありまして、その後バングラデシュから、まずドバイを経由して、でドバイで4時間のトランジットなんですけれども、これがですね深夜0時から4時までの、空港待機ということで、一番寝たい時間帯にですね待機せざるを得ず、ほぼね寝ることができなかったと。でその後ですね、また4時ぐらいの便でまたエレバンに向かって朝7時ぐらいにね到着したわけなんですけど、合計トータル12時間のね、移動ということで、なかなか寝ることもできず、到着した時にはですね、もうかなり体調をね、不覚にもね、崩してしまったということで、その後ですね、アルメニアに到着しまして、もうここは休むしかないなということで、24時間睡眠&断食ということで、なんとか翌朝ですね、体調を取り戻して、まだね、不調ではあったんですけど、もうね、行くしかないなということで、無理くりですね、ホテルの人に、ちょっと、いろいろ相談して、タクシーをチャーターして、観光地に向かったわけなんですけれども、なんとそこでまたですね、なんとタクシーが交通事故に遭ってしまうということでね、事故に遭い、車が進まなくなり、そこでもう仕方なかったので、ヒッチハイクをしたところ、なんと美女2人のですね、車で拾っていただいたということでね、めちゃめちゃね、運が良かったんですけれども、それでね、なんとかその日中にですね、自分が行いたかったタスクをクリアすることができたというね、波乱万丈の旅でございました。で、本当に印象としてはね、バングラデシュですね、もう本当人混みのですね、すごい人口の多いバングラデシュの後だったので、めっちゃ綺麗な国だなという印象を受けておりました。はい、ということでまずはですね、入国情報いきたいと思います。で、アルメニアはですね、2017年9月6日からですね、アルメニア政府の決定により、日本国籍をね、持っている方は年間180日までの滞在に限り、ビザがね、不要となったということですね。なのでね、我々日本人であれば、ビザなしで入ることができます。またですね、ビザなしとはいえ、大体どこの国行ってもですね、並ぶ時間かなり長いんですけれども、今回ね、全く並ぶことなくね、めちゃめちゃスムーズに入国することができました。はい。で、次はですね、観光ということで、今回まず行ったのがゲガルド修道院というところですね。ここはですね、首都のエレバンから車で34キロぐらいのね、場所にあるところで、もともと13世紀に、建造された修道院ということで、その歴史は古く、初期キリスト教時代にはすでに創設されていたと言われておりですね、キリストの脇腹をついたという、聖なる槍の一部がね、ここで発見されたことにちなみ、槍を意味にするギガルドの名前がついたと言われています。それで2000年にユネスコ世界遺産に登録されているというね、場所でございます。で行きましたけどね、すごいなんていうのかな、本当に昔ながらの建物で、もう電気がないもんですからね、中真っ暗で、自分でいつもお得意の小さいですね、小型の LED ライトをね使って中をね自分で見ていきました。もうなんかまさにね、こうヨーロッパのもう本当に昔にタイムスリップしたかのような素敵な建物でございました。はい。でその後ですね、もう一箇所の観光地ガルニ神殿ですね。ちなみにこのゲガルド修道院からガルニ神殿の道中にタクシーが事故に遭いましたけどね。はい。で、たどり着いたガルニ神殿ですね。で、こちらはですね、ゲガルド修道院からエレバン方面に戻る形で6キロ走ったところにあるガルニという町にある遺跡ですね。で、これはですね、現在アルメニアに残る唯一のヘレニズム建築ということで、神殿を含む建物は三角形の土台に立っていると。で、まあこの場所にですね、要塞が築かれたのが紀元前3世紀とのことで、神殿は太陽の神殿と呼ばれて、異教の神である太陽神ミトラに捧げられたもの。まあよくわかんないですけどね。はい。で、17世紀の地震でぶっ壊れてしまったんですけれども、1970年代に再建されて今に至っているというね、いう建物でございます。まあ見た感じね、ちっちゃい版のパルテノン神殿みたいなね、感じ。かなりちっちゃい神殿でしたけれども、逆にそれがね、なんか丘の上にある景色がね、ドローンで空撮もしましたけど、すごいね、いい感じで、綺麗な建物でございました。その時にね、チャーターしたタクシーの値段が、まあ、往復ですね。エレバンからゲガルド修道院に行って、そこからガルニ神殿によってエレバンに戻るというので、約半日でね、3000円だったということで、まあ、非常に安いですね。ただね、まあ、途中で、車壊れましたんで、まあ、お金はまあ、3000円払いましたけれども、追加でまた別のタクシーにもお金を払ったというね、結果でございました。はい。でですね、お次がですね、芸能についてということで、サムケンさんはですね、芸術鑑賞会プロデューサーっていうのをやっておりまして、別にですね、芸術鑑賞会チャンネル。世界中の若者に夢と感動を与える芸術鑑賞会チャンネル。というチャンネルも運営しております。学校のあれですね、演劇とか音楽とか伝統芸能を見るやつですね。うん。まあ、それもやってる関係で、今回ちょっとエレバン歌劇場というところで、オペラッタですね、椿姫を見てまいりました。で、これですね、本物のね、本場オペラということで、演奏者が大体、どうですかね、50人ぐらいかな。で、出演者も50人ぐらいの、全部で100名ぐらいの大所帯でやる、もう本場の、オペラでございました。で、もしですね、これ日本で見るとしますと、大体 S 席が12,000円とか15,000円ぐらい、中くらいの席で8,000円から10,000円ぐらいということなんですけれども、なんとですね、物価の安いアルメニアでは、なんと一番いい前から2番目の席だったんですけども、なんとこれが日本円で言うとですね、これが1,400円ぐらいということでね、もう超絶安いですね。約日本で見る物価の、まあ、10分の1ぐらいですね、まあ、最高峰のオペラが見ることができてしまいます。それで、今回ね、座った席のなんか隣がなんかね、日本人のね、お姉さん2名だったということで、まあ、多分声楽とかをね、学んだりしてる方だと思うんですけれども、まあ、本当にね、日本で見るより安いので、旅行がてら、まあ、そういったまあ音楽とか芸能好きな方は見に行くのもいいかもしれませんね。ただ注意事項としては、一年中見れるわけではなくて、秋などのシーズンしか基本的にはね、やってない国も多いので注意です。ただね、エレバン歌劇場はなんかね、年間通じてやってるみたいだったので、今回見ることができました。はい。で、次はですね、通貨ということで、アルメニアドラムですね。1ドラムが 0.23 円ぐらいということで、まあ、ただね、海外の場合はいろいろレートとか、そのお金の返還のこともあるので、だいたいね、1ドラムに 0.25 円ぐらいでね、考えるのが妥当かなということで、100って書いてあれば25円っていうね、まあ、4分の1ですね、ぐらいで、計算をしておりました。で、食事に関してはね、とても美味しくって、今回まあちょっと体の不調でぶっ倒れてたんで、あんまりいろいろ行けなかったんですけれども、でね、まあ、今回行ったのが、エレバンにあります、ダーゲットクラフトビアっていうね、お店で、これオリジナルのクラフトビールのお店ですね。日本でいうヨナヨナエールで有名なヤッホーブルーイングみたいな感じです。なんで独自でクラフトビールを工場を持っていて作っていて出しているというね、お店でしたね。で、種類が豊富で IPA はね、私一番好きな種類なんですけど、インディアンペールエールといってかなり強烈なホップが効いたビールなんですけれども、超絶ね、美味しかったです。まあ、ただね、その時まあ体調不良ということもあったので、ちょっと撮影はしておりませんでした。ということで、このね、ダーゲットクラフトビアのね、お店に関してはまたぜひね、体調のいい時に行きたいなっていうね、お店でございます。はい。で、次がですね、物価ということで、ビールがですね、大体スーパーで買うと1リットルビールっていうのが売ってまして、これが150円ぐらいですね。あと水のペットボトル 500ml が30円ぐらいということで、まあ、非常に安い国でございます。はい、で次がですね、治安ということで、非常に治安は良かったなという印象ですね。ただですね、私、実際街を歩けたのは本当、1日だけだったので、まだね、正確な情報とはちょっと言えないかと思います。どれだけね、安全な国に行くとしても、セキュリティだけは本当に万全にしていきましょう。で、私、サムケンさんはですね、基本的に財布とかスマホとかはですね、セーフティーワイヤーっていうね、伸びる、ワイヤー式のやつを、連結させて、ベルトとかに必ずね、縛り付けるようにして、身を守ることをしております。はい、で、お次はですね、人についてなんですけれども、皆さんの気になる美女なんですけれどもね、これめちゃめちゃ美人ばっかですね。はい。で、またこれはなんか西ヨーロッパの方の美人とも違った、なんかちょっとアラジンとかに出てきそうな感じの雰囲気の美女でございました。で、ちなみにヒッチハイクで拾ってくれた美女2人なんですけれども、これ聞いたらね、ロシア人観光客でした。実はあれアルメニア人ではなかったんですけども、ロシア人もね、本当に美女が多いなというのを印象を受けましたね。はい、次ですね、気候ということで、今回5月に行ったわけなんですけれども、非常に寒い感じでね、朝晩はもう確実、昼間もでしたけれどもね、ダウンジャケットはもう必須だなという感じですね。でもどっちかっていうと結構日本と似たような感じですかね。で、あと宿ですね。今回泊まったのがホステルビボークっていうところで、ブッキング .com で180件口コミの 9.5 ということで、めっちゃ清潔の快適宿でございました。で、今回泊まったのが6人部屋で1泊が1300円ぐらいということで、非常に安いですね。そして受付のお姉さんはもちろん美人でございました。はい。で、次ですね、通信に関してなんですけれども、空港で買った SIM が 5GB で600円ぐらいということでね、難なく買えて、非常にね、安いなという感じでございます。はい。で、あと交通に関して、Uber はなんかなかったんですね。で、タクシーもほとんどね、英語が通じないような国なので、今回は宿の人に手配をしていただいたということですね。ただ今回ゲガルド修道院からガルニ神殿の道中でタクシーがね、事故をして、大破してしまったもんですから、その後ヒッチハイクしてガルニ神殿に行って、そこからさらにエレバンに戻らないといけないということがありまして、その時もですね、現地のタクシーだと言葉が通じなかったので、そこから、一旦ですね、宿の、先ほどのビボークのホステルの宿の人に電話をして、ガルニ神殿からエレバンまでのタクシーを用意してくれということで、お願いしたところ、本当にね、すんなりね、オッケーオッケーということで手配していただけたということで、スムーズにですね、エレバンに戻ることができました。なので皆さんもですね、もし海外を旅する時で言葉がね、通じないなんていうことありましたら、英語がわかる方でしたら、ホテルの人にね、そういった時は相談してみるのもいいと思います。はい、ということでね、ぜひね、皆さんもアルメニアに行ってみてください。はい、ということでね、この動画が面白かったなとか参考になったなと思った方は、ぜひね、高評価、あとね、まだチャンネル登録してない方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.もしこの動画が面白いなって思ったら高評価もお願いね。コメントもお待ちしてるです。チャンネル登録よろしくね。